人生の脚本を書き換える方法。ペンギンさん50歳女性、人生脚本を書き換える良い方法はあるでしょうか。最近知った言葉ですが、幼い頃の親との関係が人生に影響しているという話らしいです。それは正しいと思うんですね。よくあるのが、過去の子供の頃の生育環境とか親との関係というものが人間の成長に影響しているっていうのは当たり前のことですね。これはね、悪い関係もあるけども、じゃああなたが生まれてから今まで100人以上の人と関わってきた、深い関わりを持ってきた、そのうちの全員が悪人でどうしようもないひどい奴らで最悪の関係性だったのかっていうと、親との関係が悪くても仲のいい友達もいたと思うし、信頼できる先生がいたかもしれないし、部活の先輩が世話をしてくれたかもしれない。あなたの人間関係の中で全てが悪っていう人はまあいないと思うんですね。それはね、だから毒親っていうのもいるかもしれないけども、他の人に救われてる可能性もあるわけ。そういうふうに私たちはいろんな人の影響、いい影響も悪い影響も受けながら育っています。だから親ガチャとかいう言葉があって、ひどい親に生まれたからしょうがないみたいなことっていうのはもちろんあることはあるんだけど、それで全てが決まるわけではないので、要素の一つなわけですよ。だから人生を決める要素が100個あったとしたら、そのうちの一つは親子関係っていうのはあるかもしれないけども、それで全てが決まるっていうことはないです。ただそこにこだわってしまうと、100分の1だったものをそこばっかり見てしまうと、それが10分の1になり、5分の1になり、3分の1になり、2分の1になり、俺は親のせいでこうなったってことを毎日朝から晩までずっと考え続けたとすると、 100% それになってしまうんです。そこに注目するかしないかっていうのは自分自身が決められることなんですよ。だからあなたの人生の脚本は別にあなたの親が書いたわけでもなく、他の人が書くわけでもなく、自分自身が書くわけだから、自分が決めていけるんですね。自分がどう生きるかは自分が決めていけるんです。それを親のせいでこうなったっていうふうに人生の脚本を書くと、最悪の人生の結末になる。それは誰が書いたのかっていうと、あなたが書いたわけ、ね、親にひどい目に遭わされました、それはそれとして私は生きたいようにこれから生きていきますっていうと、素晴らしい未来が開けてるんです、ね、これはアドラーの目的論ってやつですね。過去の原因論じゃなくて、過去の原因にこだわってこだわってこだわってしまっても何のいいこともないですよ。目的論、自分はこういう目的でこれから生きていきたいんですっていうふうに決めて、そう前向きに生きてきゃ、過去にどんなひどいことがあっても関係ねえよなっていうね、そういう話になってまいります。ということで、自分の人生の脚本は自分で書くことができます。過去にとらわれた話になっていくと悲惨な結末になっていくので、それはそれとしてっていう言葉がすごい好きなんですけど、仏教家の鈴木大拙先生っていうのが広めた言葉らしいんですけど、それはそれとして、子供の頃親からひどい目に遭いました、それはそれとして、今から自分の人生を歩んでいきましょうよ、それはそれとして、嫌なことあったかもしれない、それはそれとして、自分で自分の人生を選択し歩んでいきましょうよって考えると、別にそんな過去のこととかそんなどうでもいいんじゃないのと、自分がどう生きたいかを決めて自分で生きたいように生きてきゃいいのでっていう風にね、自分で脚本を書けばいいわけですよ。そういう風に過去にこだわる脚本を書けば書くほど泥沼にはまっていって、何も楽しいことはないかと思います。なぜならば過去は書き換えられないからね。過去を書き換えられないので、未来の脚本を自分で書いていけば、楽しい未来をいくらでも書くことができます。あなたはどちらを選びますか。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。